こんにちは、ロクゼロールです。今回はですね、僕はですね、夏休み中に5日間タイの方に行ってまして、旅行に。そしてですね、まあ、そっちのタイの方に行ったらナノブロックってみんなわかるかな、レゴのちっちゃいバージョンみたいな、あれのややパクリみたいな、まあ パクリっていうかね、形とかもほぼ同じなんだけど、まあそういうのがね、いいいっぱいたくさん売ってたので、そちらを今回はですね、僕の分8個、8箱と、お姉ちゃんの分1箱を紹介していきたいと思います。まずはお姉ちゃんのやつですね。お姉ちゃんのがこちらです。セーラームーンですね。セーラームーンはあっちでも流行ってるのかな、日本のアニメですよね。で、これはですね、お姉ちゃんがやっと作り終わったんですよ。それでね、自分の部屋に飾ろうとしに、で持ち運ぶ途中に壊れて、で直す気が向かなかったらしくて、今こんな状態になってます。もう言うことがないね、これは言うことないよ。あとね、いつか直してあげましょう。でね、まあ残りはちゃんと作ってあるので、そちら僕が買った8箱を紹介していきたいと思います。僕は1箱目、こちらですね、忍者タートルズの青いやつ。本当は赤い、あのラファエロだっけかな、あれが欲しかったんだけど、青しかなかったんで青しました。わおわお、こんな感じですね。でね、ちょっと分かりづらいかな、電気がなくて、すごいね、大きくてね、このシリーズめっちゃいいっす。よいしょ、ちょっとライトつけたけど、これ分かりにくいな。よいしょ、まあ、いや、もうこの感じでライトセーバーみたいなの持ってます。あー、首がもげる。あー、横向いちゃったよ。本当は斜め向いてるはずなのに、まあ、いや。はい、じゃあどんどんじゃんじゃんいっていきましょう。次は、じゃあこれいきますか。トランスフォーマーのバンブルビーです。これね、僕が作った中では難しい方だね。まあ形状が難しいっていうのもあるんだけど、一番ね、これポロポロ取れちゃうバンブルビーだけどね、頑張った甲斐があるわ。ほら、このタイヤとかね、忠実に再現してあって すごいかっこいいです。気に入ってます。よいしょ、次はじゃあこれいきますか。ラインのブラウンですね。これは多分ラインだと思うんだよね。コニーも売ってたんで、これもラインのブラウンだと思います。買い物ですね。買い物マーケットみたいな感じかな。はい、こんな感じですね。これね、すごい大きい。さっきの、忍者と比べると、まあまあかな。首が、別の注意。こんな感じですね。ここは自分で書き込めてやって、野菜って書きました。これ野菜だよね。フルーツじゃないもんね。もうどんどん行きましょう。どんどん行きましょう。次は、じゃあこれ行きますか。国民的アイドルなのかな。ミッキーの、馬車に乗ってるやつですね。で、これはね、なんかね、パーツがなくてね、まあ、こんな感じで結構ここから見るといいんだけど、これだけね、パーツがなかったんで、これで代用しました。はい、これもね、あれパーツがあればね、いいんだけど、まあそれでも気に入ってます。やっぱ大きいっていうのがね、ボリュームがあるっていうのがね、いいね。あー、ちょっと乗っけるの忘れてた。はい、もうどんどん行きましょう。はい、こちらミセスポテトヘッドです。これはこれまた国民的アイドル。こいつはアイドルだろ。ね。ディズニーですね。こいつ。ミセスポテトヘッド。これね、若干ね、ここの唇がなんかね、浮いてるっていうのが。そういうこだわりをいいっすね。こんな感じで眉毛もちゃんと斜めてます。はい、どんどん行きましょう。次はこちら。映画、ミニオンズが最近もう公開して、僕も見に行ったんですけれども、すごい面白かったです。で、そちらのキャラクターの、こちら、ケビンですね。ケビンが、ボスを探してる時のやつですね。兵隊のボスかな。その時のやつです。ちょっとね、あれ、カメラだとね、大砲が見えないなぁ。難しい。
すんげえ真っ黒に見えるけど、あ、ほらほらほら、ほら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 。まあこんな感じですね。ケビン、ケビン、ケビン。次はこちら。さっきに続いて、こっちはステュアートですね。僕ね、ミニオンズの中で一番ボブが可愛くて大好きなんですけれども、まあ、ボブが売ってなかったということで、ステュアートを買いました。まあ、ステュアートもね、可愛いですよね。で、これ昔の、物語みたいな感じなんで、ストーリーが。メガネがまだ黄色いです。雪だるまを作ったのかな。こんな感じ、かわいい。最後がこちら。ディズニーはディズニー揃えろって感じなんですけど、あ、見えちゃった。これは100バーツだね。まあ、300円ちょっとかな、400円ちょっとかな。こんな感じ、こんな感じ。これ回してもいいのか。ドナルドダック、これ何なんだろう、いまだに分かってない。これクリスマスなのかな。なんかヘリコプターみたいなのが乗ってるし、クリスマスだとしたらなんか雪もないし、なんかタコス売ってるみたいな感じだし、なんか日本のさ、ノリス、あの波平さんがやってるやつみたい。持ってそう、花があったり。正直これが一番わかんない、まあ、ドナルドダックっていうところだけはわかる。まあこんな感じですね。まあ今回はタイでいっぱいね、ブロックを買ってきたので、そちらを紹介してみました。皆さんもね、ナノブロック日本にも売ってたりするので、まあね、あれやっぱりね、ブロック組み立てたりするの楽しいです。でね、今度セーラームーン直したいと思います。あー、もう壊れちゃったよ、こんなになっちゃった。あー、それでは皆さんもぜひぜひこちらナノブロック買ってみてください。それではバイバーイ。じゃんけんぽい、トキでした。また見てね。長い間の動画ありがとうね。